それでは続いては講演2です大腸がんについて体に優しい最新治療というお話をしていただきますご講演は島根県立中央病院外科消化器外科の部長でいらっしゃいます金澤先生です金沢先生のプロフィールもお手元のパンフレットの方に載せておりますのでどうぞご覧くださいでは金澤先生ご準備よろしいでしょうかはいではどうぞよろしくお願いいたします あ、ご紹介ありがとうございます。あのケイリチュービンのケガのカンと申します。もう今日は天気がいい中ですね。でもこういう日だからこそいろいろご多忙なことがあると思いますが、あのそん中足,足をですね運びいただきまして誠にありがとうございます。あの皆さんのお役に立てるようにお話をさせていただきたいと思います。えっとあの患者さんに優しいっていうか優しいっていうことはいつも最近こういう時にあの 一般の患者さんんににお紹介する時にですするる使ったりするんですけども優しいっていうのもですねなかなか難しい言葉で、えー、とやはりその単に優しくってもいかんわけでやっぱり治療ってしていく上では最で良、ねまあの効果が期待できる治療であることでなおかつ体の負担の軽減があったりとかですねでなおかつですねあの患者さんにとっての,その社会復帰ための機能温存っていうことがです、ね、非常に重要になると思いますだですから、まあ、この優しいちょっとあの優しいっていうだけじゃなくてあの その優しいこの2つの漢字をですねちょうど当てはめる形での治療という形であの今日はお話しさせていただきたいと思います。で今日のお話はまあ大腸がんとはっていうことですねとあと標準治療。まあ、標準治療っていうのはですねなんかあのともすれば標準って聞くとですねなんかちょうど真ん中辺の治療っていう風なあのイメージがあるかもしれませんけども実はあのそうではないっていうことをですねしっかりお伝えしてあのどういう治療が選択するべきかっていうこと あと、機能温存手術の、まあ、最前線というところもお話しさせていただきたいと思います。まずあの大腸がんとは、先ほどあの宮本先生が詳細に胃がんの話をしていただいて、まあ、その中でもおそらくしてくれるんじゃないかなと思って、僕、スライド先、ささっと前か削ったんですけども、えっと、大腸がんに絞ります。で大腸がんに関しては、ですね、えっとえー、残念ながらその今あの、女性の死亡率、死亡数が一番多いがんという方は、男性でも第3位。で あの罹患率でいうとです、ね、男女あの合わせてです、ねまあ、一番多いのが、まあ、大腸がんという形になっていますであの大腸がんもです、ね、早期の段階では症状がございませんで、まあ、ただある程度進んでくると血便とかあるいは便秘と下痢を繰り返したりとか便が細くなったりとかあるいは便が残る感じ、まあ、このような症状が出てまいります、まあ、特徴としましては、まあ、あと男性に多くって で今はです、ね、推しに近いところじゃなくて、結腸がんと、後あとでまた図解してお示ししますけども、が増えてます。これは食生活とか、あるいは社会生活の欧米化が進んでて、どんどんあの米国のデータ、に近くなっている印象があります。まあ、それの一つの理由としても、ですね過体重肥満、運動不足ですねがあの大きくあの、リスクを上げて、まあ、逆に言えば運動すればあの、リスクが下がるってことが分かってます。 で早期発見が大事ですし、便潜血検査というのは、皆さんあ、あんなもんで何が分かるって言われるかもしれませんが、実際、便潜血は100%じゃないので、それで全てが分かるわけではありませんが、ただ、その一方で、便潜血検査をすることで、死亡のリスクを下げるというもデータが出てますので、ぜひあの機会がございましたら、受けていただきたいと思います。いつもこういう機会があるときに出すスライドなんですけども、のこの中で、リスクを下げるもの。 っていう形で、まあ、確実と言われているのが先ほど申し上げましたようにあの身体活動要するにあの運動ですねですからあとリスクを上げるものとしてか体重肥満ということがあの大腸がんの場合は挙げられていますこれはあのがんセンターのホームページにも載ってますしもしどうしてもという方がおられたらあの、まあ、その経緯ですねあのダウンロードすることもできますでそのような大腸がんなんですけども、えっと、それに対してあの標準治療 といいいいう形をお話しさせてたただきたいと思いますこれ標準治療っていうのはですね、まあ、先ほどちらっと申し上げましたがあの決して真ん中辺の治療っていうわけではありません。えっと、これはですね、えっと、定義がございまして標準治療とは科学的根拠に基づいた観点で現在利用できる最良の治療が 医学的には標準治療という形になっていますですから標準治療が終わったらあるいは標準治療を最初にしましょうということはですねあの医者が言ったりとかあるいはそういうようなことがですね知識としてお聞きになられることはあるかもしれませんけれどもそれはとりあえずの治療ではなくて今受けるべき根拠がある一番いい治療というのが最良の治療ですちなみにあの最良の治療器いあるいは最新の治療ができるということを病院で宣伝したらいかんことに一応あの。 んなってるんですけどもでもこれはあの美容師に先生じゃなくてあの皆さんがあのお聞きする上でですねまあ,あの標準治療とは何かということを念頭に置いていただきたいですからまあその本当それでは標準治療っていうのは何かということですけどもあの先ほど宮岡先生の方からもですねちらっとお名前は出てきましたけどもガイドラインっていうものがございますであの大腸がん研究大腸がんに関しても大腸がん研究会というのがございましてそちらの方であのガイドラインをですねあの 制定定ししてておりまして、まあ、本年度もちょうど改定されたところで、まあ、この中でその今一番根拠があると考えられる標準治療というものをです、ね、あのお示ししています。で、えー、ここでですねあの、じゃあどういうふうにして何を基準に決めつけるかということになりますと、やっぱり大腸がんの進み具合ですね、まあ、進行度分類というのがあのございまして、それが0期から4期までございます。で そ,のまあ、それぞれですね、えーとまあ、粘膜が先ほどの宮岡先生の,あのスライドも出てきたと思いますががんが後でまた図示もしますけれどもあの粘膜に留まるあるいは粘膜下層まであるいはがんが遠くにも飛んでるっていうようなことをです、ね、あの見た上でえで、ーまあ、治療は決めていくわけなんですけれどもこの中で先ほどの,あの胃の中でですね詳しくお話がありましたあの内視鏡治療というものが大腸がんにおいてもあ,のあります。 で適用に関しても非常に胃がんと近いですしあの技術的にはですね、あのやる内容は胃がんとほぼ一緒なのであのここは軽くさらっとあのお話しさせていただきたいと思いますであの大腸がんの内視鏡治療の適用というのはやはり早期の内,内視鏡あの早期の大腸がんが適用になりますで、えー、と深さで言えば、えー、と先ほどもお話ありましたがこの 粘膜、粘膜下層、固有筋層、小膜、下層、小膜というこういういうな五層構造になっているんですけど5層構造の中の一番浅いところあるいはちょっと深いところだけでもほんのちょっとぐらい入っている分くらいだったらその大腸がんにおいてもあの内視鏡治療先ほど宮古先生がお示しいただいたあの方法であの治療することができます。でこの中であの大事なことはあの先ほどと一緒でこの分割切除といってですねあの半分ずつ取るとかいうのはもうあの適用にはなりません。 ですからあの、一括で取れるということは何よりも重要ということになります。であのそれはあの、あと、それはどういうことかというと、ですね、えっと、この粘膜下層というところには、こういうふうな形で血管とかリンパ管とか、その流れがある、川のような流れがありまして、ちょっとでも、あのこの本当の,あの 0. 何ミリという差なんですけれども、そのちょっと深いところに行けば、ですねそのがんが流れ出ていってしまう可能性があります。ですから、あのやはりそういう場合は治療をですね、あの内視鏡治療はできません。 でまあ、早期がんの治療においてもですね先ほど今申し上げましたように浅い分に関して言うとあの一括取れる場合であればあの内視鏡を取ってそのまま経過観察という形になりますけどもそうでない場合はやはり手術という形になります。であの、まあ、その中で、まあ、実際の内視鏡治療の先ほど図が出たんであの出す必要もないかもしれませんがこういうふうなポリープがあったらですねこれ実は僕なんですけどもあの、えー、と以前僕内視鏡治療をしてもらいまして。 まあ、EMR という方法でスパッと取ってもらって後が、まあ、こういうう形まあこれはちょっとあの少し前なんで EMR 取ってますけど今やあの先ほどお示ししました ESD という方法で多分取ってもらえるもんだと私は思ってますでそれほど浅くないもんであればどうかということになりますけどもやはりその場合は手術治療ですからですねえー、と例えばがんが非常に浅いところにあるゼロ期っていう場合であってもがんがものすごく大きければやはり手術をしていかないといけません でえー、と特にあの手術が必要となるのはやはり進行大腸がんという形になりますで進行がんって聞くともういきなりそれでなんかものすごくあの悪い状態を想像されるあの名前になってしまうんですけども進行っていうのはあの深くまでいってるってことであってその治らないがんっていう意味ではありませんで進行がんとお聞きするとあの聞かれるとですねどうしてもあの治らないがん っていうようなイメージがあるかもしれませんが、胃がんよりも大腸がんの方がですね実はあの治る確率が高くて、ですね特にあ,のある程度進行がんであっても治る確率は期待できます。で、実際にあの進行かどうかっていうのは腫瘍の,の深さで、ですからですね先ほどの早期がんであれば、この2番目の層までであれば早期がんなんですけど、この3番目の,この筋肉の層ですね、ここに入ってしまうとすなわちすべて早期がん。 心肝がんという形になりますでなおかつ手術するときにですねあのどんだけの範囲を取らなきゃいけないっていうことをあの手術の前にあのいろいろ説明が聞かれたりすると思うんですけど、まあ、医者が適当に決めてるわけではなくてこのような図で決めるんですがこれでは何のことか全くわからないのでちょっとあの加えますでステージあの0から3までって書いてますけれどもこれが基本的なあの手術適用になるんですがあのリンパス転移がなくって あるいはあってっていう場合でですねあのこのような形であのステージが0123であのちなみにリンパ節転移があるとどんな深さであってもステージは3っていう段階になりますですからその深さであの進行の度合いは決まるんですけどもそれプラスですねこのリンパ節転移があるかどうかっていうことが非常にあのあのステージっていいますかがんの,の状況をあの判断するには重要になります。で その,そのリンパステインがあるかないかということで,ですねあのここに D0123 って書いてありますけれどもそういうような形で切除範囲が決められるんですがこれではまた何のことかわからないのでですからこう結腸がんがです、ね、腸にあってであのそこから流れ出ていく血管あるいはリンパ管という流れをこう図式で書いておりますけれどもで比較的早期のリンパステインがない場合であれば切除範囲は あのそんなに大きく取らなくて割とあと小さめに取ることができるんですがリンパ節転移があった場合は可能な限りあの血管の根元まで取るっていう D3 っていう方法になりますで、えっと、これはですね一応手術前に CT とかあるいは MRI とかの検査でリンパ節転移があるかないかを判断するんですけども非常に怪しいあの状況の時がございますその時はどっちを選ぶんだっていうことになるんですけどあの全て 手術終わった後ににや,やっぱりリンパス転移があったんでもう一遍手術させてくださいってことはありえないのでですからそのリンパス腫瘍の大きさあるいはおなかの中の状況によって3群覚醒することが一応基本になってますでこれ見ていただいたら分かるんですけどここで切るのはここに切るのかっていうのはこんだけの差じゃないかって思うかもしれませんけど本当にこんだけの差なんですよねですからあの、まあ、場所にもよるんですけどもそんなに大きな手間の差がないのであの その患者さんに応じてですねあの必要あれば全てあのよりあの大きめの,です、ね、あの切除ということが治癒のためには望ましいというふうに考えています。これがあの実際の絵でお示ししますと大腸というのは実はこういうふうな歪んだハテナマークみたいな形になってまして盲腸 上甲結腸、横に走る横行結腸、下向結腸、S 状結腸、で直腸っていうお尻にまっすぐ出る腸がございますであっ足ですけど盲腸を切りましたってあのよく言われますけども盲腸を切ったらここがなくなるので大手術になります盲腸っていうのはいわゆる注水っていうこの虫みたいに垂れ下がってるこの部分だけなんですけどもで、えー、っとこの中でですね例えば上行結腸にここにがんができた場合はさっきの話であれば一体どれぐらいの範囲を取るかっていうことですけども 血管の根元ですね、根元ですねこの3か所の根元を切ってでちょうどですねこう十分に距離を置いてあの右半分を取るっていうのが標準手術です、えーと。これが取り過ぎとか取らなさすぎっていうわけじゃなくてここに病気がある前の標準手術であってそれがあの腫瘍の大きさとかあるいはその形とかによって変わるわけではございません。 例えば S 状結腸がん S 状結腸っていうのはここにありますけれども S 状結腸がんがあった場合はどうかっていうとこれに伴う血管あるいはリンパ節の管っていうのはここに根元がございます先ほど3本でしたですけども S 状結腸は基本的に1本になりますですからこの1本の根元で切ってそれから距離をですねまあ結腸の場合は1 0ンチずつ距離を置いてだからおおよそ2 0ンチぐらいあのこの部分を取ってあのしまうっていうことが標準手術になります で標準手術っていうのはそれ以上もなくてそれ以下もないであの最良の手術っていう形になりますのでこれができることが何よりも重要なんですね。であとその血腸がんの手術の後あの例えばその生活が大きく変わるかどうかっていうことをご心配だと思うんですけども腸が極端に短くなるどうしてもあの腫瘍がたくさんあって。 腸の,数あの長さがですね、本来は 2m 近くあるんですけども、それが 20cm しか残らない、あるいは 10cm しか残らないっていうようなことであればですね、排便回数が増えますが、そのような手術はまれでありますので、著しく低下することは結腸がんの手術においてはありません。ところがですね、えっと、直腸がん、このお尻の近い、このまっすぐの部分の話になりますけれども、直腸がんにおいてはですね、例えば、 あのそこにおいてもここに腫瘍があればこの範囲を取って血管をここの根元できるっていう、まあ、似たような手術にはなるんですけども非常にあの大きな問題がございます。というのはどういうことかというとあのお尻の方むあの無限に腸があるわけじゃなくてある一定以上の距離を置くとあの距離を行ってしまうとあの肛門というお尻を便をとど、ね、めておく機能を持つものがあります。で特にお尻に近いあの下部直腸がんっていうんですけども の場合はですねあのお尻側においてはその基本的には直腸の場合はそのがんが転移っていうその流れ出ていく流れはあの上の方向に流れることが知られています。ですからむやみにお尻側に取らなくてはいいんですけどもそういうのも2センチの距離は必ずあの取らなきゃいけない。取らないとがんが腸の,の,の中に腸の中に残ってしまうということが知られています。 えっと、2センチっていうとほんのちょっとの距離なんで、まあ、あの少々のことがあってもお尻は残るんじゃないかなと思うんですけどここが大問題で実はですねあの肛門の構造っていうのはあのご存知の方もおられると思いますけども実はあのいきなり直腸になってるわけじゃなくて肛門管っていうこの約 4cm の管がここにありますでこの肛門管っていうところに帯状の内肛門活躍筋とあと外肛門活躍の2層構造のお尻を締める筋肉があって。 でお尻をキュッと締めた時に持ち上がる肛門虚筋っていうものがそれにつながってるって形ここは4センチあるんですですからお尻から2センチっていうとここになってしまうんでここに腫瘍があった場合っていうのはこの肛門滑炎菌を全部取らなきゃいけなくなりますのでお尻の機能をあの持ちこたえさせることはできませんじゃあどこまではいけるかっていうことになりますとお尻の肛門滑炎菌を普通に残してですねえっとなおかつあの 主張を取ってしまうと,思うとここに2センチの距離を置けばということで合計やはり6センチの距離が少なくともお尻の出口からですね必要になります6センチって結構長いようなんですけれども男性の場合はこれぐらいの距離を取ることがこれがこれは一つの,あの標準的なあの指標になりますで、えっと、その直腸がんの手術の後っていうのは あの便を中流するあの部分直腸がですねあの小さくなるあるいは全くなくなってしまうこともありますので排便回数が増えますですからあの目標としては手術の後やはり5回ぐらいはです、ね、1日5回ぐらい目標にするんですけどもそれ以上の回数で、まあ、あの特に最初の3ヶ月ぐらいはあの苦労される患者さんはおられますただあのその原因としてはですね便が出る感覚が分かりにくくなったりとかですねおなかと便の区別がつかなくなったりあのしますその 神経は残ってるんですけれどもそのセンサーになるあの感覚を持つ腸の部分がなくなってしまいますのでそれが分かりにくくなるただですね機能肺便機能は長期的に年の単位でありますけれども少しずつ改善することが知られてますえっ、ー、と論文上ではですね最低5年は解決あの改善していくことが知られてますであと腫瘍の範囲によってはですねあの周囲の神経とかにあの腫瘍が噛んでる場合は肺におきのおやすい機能に影響することがあってなおかつやはりその お尻を締める筋肉に腫瘍がですね、あの浸潤しててどうしてもあのお尻を取らなきゃいけないときにはあの人工肛門ストーマっていう形になりますストーマって聞くとあのどういうもんかっていうことをあの思われる方がおられるのでちょっと簡単に図解しますと,、えー、とこの直腸の部分を取った後、その出口のところにあのこういうふうな形でストーマっていう形の穴を開けて腸をです、ね、あのおなかの中から出して皮膚の形につけますで、あの非常に、あのー まあ病気のせいとはいえですねあのご苦労をおかけするんですけどもやはり一定の割合でうちではあの非常に少ないんですがでも一定の割合ではやっぱりそうあのせざるを得ない患者さんがいらっしゃいますのでそういう患者さんにあのいいあの生活をですねあの続けていただくサポートしていくためにうちにはあのそれを専門にしている看護師がですねあのいましてあのこの2名ですけどもあのこの2名がですねあの全力でサポートしてより良い生活をあの行っています。 あの認定看護師のの資格を持っているものがありますで、えっと、それまでがあの手術の話になるんですけどその後あのステージ4先ほどまではステージ3っていうがんがあの手術で取り切れる範囲にあった場合の治療です、まあ、ステージ4の話をするとこれだけで3時間ぐらいしゃべらなきゃいけないのであ,のあんまりちょっと長くはしゃべれないですけど今日はあの手術メインなのでちょっと簡単に触れさせていただきますけどもステージ4であっても基本的にあのあのステージ4っていうのは できものが肝臓とか肺とか遠くに飛んでる場合ですけれども基本大腸がんの場合は取れるものは全部取ることが一番予後の改善あのにつながるっていうことが分かっていますで,ですから手術が取れるんであれば取って取って取って,取ってでなおかつあのあの治療を続ける抗がん剤とか治療を続けるあるいはあの取れない,いきなり取れない場合はまあ抗がん剤それ以外の切除以外の対応という形で、えっと、抗がん剤治療とか あるいは放射線治療を行って、まあ、何らかの形であの治療をです、ね、あの施術の方にあの続けていくという形を我々はあの取っておりますその薬物療法特に抗がん剤治療に関してはですね、えー、と非常にあの分かりにくい状況が続いたんですけども今ガイドライン先ほどお示ししたガイドラインに、えー、とまず元気な人 ちょっと弱ってる人かなり弱ってる人っていうその体の状態で使おう薬とか治療の方法が明確に分けられるようになりましたですからあのそれでですねしかもどういう薬を使ってどういう遺伝子を調べてってこの遺伝子の治療遺伝子の検査に関してはこの後 えー、普段一緒に仕事している川上先生がです、ね、この後ゲノムの,あの治療の中でお話しいただくんですけれども、ですからです、ねあの、そういうような形で,です、ね、治療をあの組んでいく上のスタラテジーという、あの戦略というのは非常に明確になってきています。で、現在、あの当院で、まあ当院の、例えば当院での話ですけれども、保険診療ができて、なおかつあの国内で,です、ね、患者さんにとって利益があるというお薬で使えない薬は一つもありませんので、すべての選択肢を我々は提供できるようにしてあの対応しております。 で今までが標準治療の話なんですけどもあの標準治療を超えるっていうのはどういうことかっていうことで、まあ、あの機能温存手術の最前線ということをお話しさせていただきたいと思います。えっとまあ、あのやっぱり腹腔鏡手術っていうのがですね今あの外科の業界ではですねやはりあのトピックスといまだにトピックスといいますかなっています、まあ。旧来であれば着るしかなかった手術がこういう穴をですね、えっと、何か所かけて。 あの手を通して傷がちっちゃいから楽かなっていうところがあるんですがいや実際にはですねその傷がどうのこうのっていうレベルでは現在ではなくなってますでというどういうことかっていうとこれはもう以前ですね僕実はあの島根県立中央病院3年前にあのまたあの就職させていただいたんですけどその前に10年ぐらい前に6年間働いてましたその時に あの副手術をです、ね、導入させていただいたので、その時です、ねえっときちょっと調べたのは入院期間の変化です。それまでは回復手術だとどうしても3週間ぐらいが平均だったのが、この手術を導入することで、まあ、10日を切って、今、あの手術など、ね、1週間ぐらいでみんな帰ってあります。ですから、まあ、そういう形で患者さんにとってもあの早く退院ができる、まあ、実際のデータですので、いうことがお,あのお示しできます。でまあ、そのときにです、ねまあ、それ早く帰りますよということで、産院中央新報さんに。あの えと取り上げていた2005年の,あの5月11日ですけども僕の十の何年前の若い時の顔写真がちょっと映ってますけどもということがございましたですからですね腹腔鏡手術自体が新しいわけではないんですけどもあのただいまだに新しく続あ,のあるっていうのはどういうことかっていうと実はですねこれあすいません今から手術の画像が出ますのでもしあ,のあんまり 血は出ませんけれども、見たくないという方はあの申し訳ありませんが、伏せておいてください。これ、僕自身がやっている手術の映像ですけれども、えっと、今です、ね、このハイビジョンであの手術をするので、本当にこの血管、毛細血管の一本一本、先ほどの内視鏡治療でもそうでしたですけれども、あるいはこの、まあ、ここに手前神経とかございます、これが直腸の裏側なんですけれども、も本当に細かくまで見ることができます。でですすからですね 見ていただいたら分かりますように、これ、僕自身、嫉妬してるんですけども、あの出血っていうのはです、ね、本当に最小限にできて、なおかつ、複雑的な損傷っていうのが、あの以前に比べたらもう劇的になくなりました。あと、もう一つ大事なことは、我々あの診療の中で一番大事に思っていることは誠実であることっていうことなんですけども、そのガラス張りなので、この画像はオペ室にいる看護師、 あるいは麻酔科医あるいはその僕と一緒に手術してる若い先生とかねあののの目にさらされてますので患者さんにとっても確実にあの、まあ、よりたくさんの目でその状況を確認できるという素晴らしい方法だと思います。で、えっと、ただですねまあ,あのそういうような方法はあるんですけども 腹腔手術はまあ標準治療と同等ということで今はあの言われています。で、実際にあの標準治療になりつつありますけれども、そのような最新、だから2005年時点ではもう本当にあのやってるところは全国ほとんどなかったんで、今や標準治療になりつつありますけれども、患者さんにとっての利点は何かっていうことなんですけど、ここが大事なんであって、例えばね、新しい機械を買いましたから、それでやりました、あるいは今度買いましたからって言って宣伝するっていうのはナンセンスなんです。どういうことかっていうと、何で手術するかっていうことはそんなに重要じゃありません。 だってあの、ねえっと、手術の主義自体はあ,のあるいは、あのその方法ここだけ切りなさいっていうのは切れって言われたとに切るのは小学生でもできるんです。 じゃなくて、それが患者さんにとってどういう利益があるか、あるいはどういう結果に結びつけるか、あるいはその集中に判断するかっていうことは我々自分は医師として重要なこと、で、その技術で何ができるかなんですよね、だからあきれいに手術できましたっていうのは、別に全然患者さんにとってメリットはわけじゃありません。だから、先ほどの話ですけど本当にこうくは6センチかと、機能温度は無理ですかっていうのはですねこれはあの直腸の手術あの、専門にしている人間ではあの永遠の命題になります。 でえっと、やはり患者さんに優しい治療の中でこの機能温存、最初に申し上げましたが、これは非常に重要な話です。で最新のガイドラインでも取り上げられてますけれども、活躍筋機能の,あの温存っていうのがあの大事に言われてまして、えっと、その活躍筋間あの直腸切除術っていうことが言われてます。ただ、あのこの場合、ですねやはり2センチあの、早期間では1センチお尻側に距離を置くことがあの言われているのと、あと筋肉の方ですに、ね、心中がないっていうことがあればですね、 あのお尻を残す,ことで,すですから先ほどでもグッと下の方に落ちてきたこの場所でもこの一部の筋肉を切ることであのお尻も残してちょっと肛門機能落ちますけどもがんも取り切るってことができますでそれをですね、えっと、実際にあのこのような機械をお尻にパカッとはめてですねお尻からあの内視鏡手術をするっていう方法で当院ではあのこ,こうお尻ですがここにパカッとはめてですねあの方法でやってますの実際の,あの映像がここございますけども そのここにあのその腫瘍を含む腸があってこのこれ骨盤の周りの肛門活躍筋がここに見えていますですからその肛門活躍筋とあの腸管の間はです、ね、お尻側がこうやって取っていくことであの腫瘍を確実に取ってなおかつ周りに漏らさずにあの患者さんにも負担の少ない手術で、まあ、見ていただいたら分かりますようにガラス張りなので血が出てようが何であろうがもう皆さんにばれてしまいますが。 実際にあのこういう形でえっ、ー、とここにも神経を見た神経も残してで腫瘍も取ってっていう手術ができますまあこのよう手術は残念ながらあんまりやってるところはないのでいやいや日本全国がこのような形であのうちの施設に研修に来られている方がいますですからまあ,あのそういうふうな方にも勉強していただいてあのこの技術を広めてもらうと僕自身も思っていますであとやはりその その自律神経温存これはですね、えー、と肺尿機能、性機能温存のためにあの解決にになります。温の,のために非常に重要になりますですからそれもですね今までだったらちょっとガラスパイなくて見えないところで手術をしてたんですけども今やハイビジョンカメラですねここに神経があってでここに骨盤の筋肉があってこちらに尿管っておしっことおるくだがあってということですね全て確認しながらこの部分の、その、部分そ リンパスが入っている脂肪を取るっていう技術が、こううハイビジョンのです、ね、画像の中で手術を行うことができるようになりました。まあ、これもです、ね、あの最新の機械を病、ね、院に買っていただいているおかげでできるんですけども、買ってもあのよく見るようになったんですけども、まああの、機械があることが重要じゃなくて、それが患者さんにとって何ができるか、どういうメリットがあるかということをです、ね、冷静に考えて、最新治療っていうのをあの提供していくことが医者として重要じゃないかと思っています。 ですから、患者さんにとって優しい治療っていうのは、最良の効果が期待できる治療としては、実はなんか飛び道具があるわけじゃなくて、まず標準治療んですよね。であの、負担を軽減して、機能温存していくことを考えて、今あの、ハイビジョンシステムを用いた肛門機能温存、あるいは実神経温存をして、えーとですね、より良いあの術後の,あの生活につなげるようにあの努力をしている次第でございます。ご清聴ありがとうございました。